はい、読んだ？読みませんよ、僕だって勉強せる人です。あ、そう、読るんじゃないですか。いやいや、だって何も僕声かけてませんもん。え、声かけてませんもん、僕社長に。誰に言ってんのお前。いや、誰に言ってんの。仕事の邪魔しないでください社長。一人言お前。一人言じゃないです、僕勉強せる。最近変だぞ。いや、変、いや、わかりました、気をつけますよ。これ病院行ってこいよお前。いや、すいません。何気が悪いな。竜兵、何ですか。証明してくるわ。いや、してきてくださいよ、仕事してんですから。悪かったよ、悪かったよ。最近どうも残業がいけねえな。なんか終わったかなと思ったら、ちょっと中でチョロチョロって出てくんだよ。トイレ何閉めて。え、閉めて、開いてるから。何やってんのよ。閉めたんだよ。いやー、年取ってだめだな本当に。なんでか知らないけど。ちょっと、え、ちゃんと閉めて。閉めた。何だ聞いて。壊れてんのかこれ。社長、社長、え、ちょっと僕見ましょうか。お前にわかんねえよバカ野郎。何で、何やってんだよもう。どっか壊れてんのかこれ。え、表情がどっか分かんのかこれ。完全に。ちょっと今度一回見てもらえないとダメだな。ねえ、それな。疲れちゃったのかしら。よし。やだ。やだ。また治った。よこねえよ。殺されるわ。よこれ。赤ちゃんの泣き声ってずいぶんいろんな感情表現するもんなのね。泣き声、それが赤ちゃんの唯一の自己主張である。なるほどね。母親としてその辺をもっと勉強しなくちゃ。うわいやー疲れたなー。
いやでもあれじゃないですか、最近残業多いんですよ、きついっすよ。なんかね、アベノミクスがどうしたこうしたって言って、ほら上司から命令だから仕方ないよ。関係ないかな、あんまり。たまにはさ、課長がご飯ぐらい連れてってくれてもいいと思います。言えてますね。いや俺がおごるの、何でしますよ。私たち頑張ってるじゃないですか。まあまあ、じゃあ飯ぐらいおごるよ。いいじゃないですか。じゃあ飯ごちそうさまです。いいよね。こんなもんできたんだね。いやちょい。え？お高そうじゃないこれ。いや一見そう見えるけど、でもこの辺にあるんだから普通の居酒屋ですよ。たかが知れてますって。まあ俺が払うと思ったもん。いやいいよ。座っちゃうの？行きましょう。高そうだけど大丈夫かな？大丈夫ですって。よし、まあ頼むか。すいません。すいません。いらっしゃい。とりあえずビールください。なんだとこの野郎。いや仕事終わったんで、とりあえずビール。とりあえずどういうことだ、とりあえずってな。はい、うちはな、うまい酒とうまい料理出すんだよ。とりあえずなんて名言はねえんだけどな。あ？だったら帰ってもらっても結構だよ。あ？間違ってた。いや全然間違ってないし。ねえ、もしかしたらここってすごいお店かもしれませんよ。すごい店？こだわりのお店ですよ。ほらよく雑誌に載ってるじゃないですか。大将は頑固だけど味は超一流みたいなお店。そういう店だ。確かに頑固そうだったもん。こだわりだ。じゃあ料理すごい美味しいんだよ。そうそうそう。だからちゃんと頼まなきゃいけない。とりあえずがダメなんだ。そうそう。すいません。ビールください。ビールを2本ください。かしこまりました。しばらくお待ちくださいませ。すごいな、こだわりが。こだわりがすごい。すごい。いや、うまいんですよ、絶対に。じゃあ、つまみ頼む。頼みましょう。すいません。じゃあ、おつまみいいですか。つまみね。僕、煮込み。あと塩辛あったら塩辛も。塩辛大好き。あれ、やかましい時間は。違うよ、この店は俺が仕切ってんだよ、はい、お任せコースしかねえんだよ。任せてもらえねえかな。嫌だったら帰ってもらってもいいんだよ。いや、お任せだな。そうだな、お任せでお願いします。いいね。はい、かしこまりました。はい、すごいよ。お前そりゃそうだよ。お前こだわりの店ってのはね、やっぱり大将のほらプロ意識高いから、はい、その日のネタによって聞くんだよ。いやごめんなさい、俺も煮込みとか塩辛とかもちょっとごめんなさいね。違うよ、そういうの。そうだな、そうです。でもこれさっきのこの様子見たら相当高いんじゃないですか。大丈夫ですか、課長。まああれで、あの交際費、会社の交際費落としちゃうから。交際費を、あ、いや、そういけるんですか。いけるよ。だってうちのお母なんで、お前今年もうナンバーワンの営業成績だよ、お前。じゃあ交際費全然落ちるんですね。いける。あ、じゃあ会社の方だったらもうガンガン飲もうよ。じゃあ花子は頼むと。いやー盛り上がろう。いやびっくりした。そんな、じゃあうちの会社いいとこもありますね。いいよお前。だって交際費で全部落ちる。それからお前らもちょっとちゃんと口裏合わせてくれよ。いやいや、わかりました。
じゃあ、あの、乾杯の温度いいですか。行っちゃう、行っちゃう。じゃあ、今日はお疲れ様でした。乾杯。うん、うん。あー、うまいな。今日は盛り上がって飲むぞ。飲むぞ。今日は会社の金で飲むぞ。飲むぞ。今日は朝まで、吐くまで飲むぞ。死ぬまで飲みましょうよ。やかましいがわ。気が散って料理はできねえんだよ。おい、静かにしてもらえねえか。はい、ああ料理人はな、板場はな、真剣勝負なんだよ。そうだそうだ、そうです。分かってんのかお前。すいませんでした。すいません。すいませんでした。でっけえ包丁だ。いやびっくりしたよ。お前学生じゃねえんだからよお前。いやだって会社の金食べれちゃった。いややっぱりねこだわりがあるから真剣勝負なんだよ。盛り上がってるじゃないですか。いやいやいいんだよ盛り上がるんだ。いやどう。うちの娘は禁煙なんだよ。あそっか。匂いがネタに映ってんだけどな。おい。すいません。飲めよ。何なんだよ。すちゃんと禁煙って書いてあるんだろうが。は、どこに書いてあるの。ここにさ。え、小せえな。何よ。静かに飲んでろよこの野郎。すいません。そりゃそうだよお前。サイズならないもん。ここにつけることないだろう。飲むことないだろう。だってしょうがない怖いのにお前。包丁とかポッて出てきたりするんだぞお前。我慢しよう我慢しよう。とりあえず料理は絶対間違いない、はい、また次のお前これで大丈夫、うん、いいよいいよいいよ。とりあえず料理食っちゃう。お待たせしました。サンマの開ける自分で。サンマのかば焼きとサバの水煮どうぞ。バカ野郎お前缶詰じゃねえかよ。なんだよ。